一郎です、トンネルズです、よろしくお願いします。バイバイ。6893点、熱々おでん、高山よしひろ&鈴木みどる。最強のヒールコンビとしてプロレス界を牽引する高山義弘と鈴木みのる、多くのレスラーを恐怖に陥れたヒールコンビはなんと熱々にも強かった。もう3時間ぐらい煮込んだですね、熱々のおでんでございます。これを召し上がっていただくと、これはすごい状態になったんですよ、はい、うわちゃんなんかの温度じゃないですね。本物のもんです。じゃあ早速今週の第1回。スワッツ。あれ。高山選手。高山選手。これちょっと汁物は危ない。汁物は危ない。あの周りに飛んで。我々が危ないんじゃない。我々の話。おっと。まずはこれは厚揚げ。冷ましてる。え？完全に冷ましました。冷ましてダメ。もう冷ましてもってすぐ行かないと。得意だから、得意だから。本当ですか？しばらくこれが奥に入っているやつを今取ってすぐ。取って。取ってすぐに入れないとダメだと。はい、ダメはつけてるんで。つけてる。はい。じゃあそれでは皆さんいただきます。あっ。今確かにあっかっとか言いましたよね。これはダメでしょ。今のは厚揚げちょっと得意じゃない。得意じゃない。これなんていうの、この厚揚げ巾着、これ中にやっぱ水分が含んでますからね。餅が入ってますから。あ、そうですか。じゃあこれ一番プロっぽいお願いします。お願いします。いただきます。この2人を見てどう思います？くだらないです。茶番です。茶番らしい。バカらしいです。これプロレスは終わりますよね。このままじゃ小籠包持って帰る。小籠包確か前回ですか。うわー、得意の小籠包。キングオブキングスと言われた小籠包。思い出した。俺こっちの方が得意。うわぁ。これはこっちですか。高山選手は早くギブアップ。じゃあチャンピオンから見せてもらいましょう。熱っ。あ、どうしたチャンピオン。すみません、これ持てないわ。これは数々の伝説を残してますからね、有吉君は。いきます。参りましょう。気合いだ。気合いだ。表情だ。すげえ。うわぁ、すごい。お見事。さすが。首は強いわ。舌も強い。さあ、鈴木選手第5位、熱々小籠包、鈴木選手。ほう、入ったか。入った。ほう、楽勝だよ。ちょっと涙目と、そして鼻水が。これギブアップするまでいきますか。僕はもう全然問題ない。こっち、はい、こっち行けますか。そっちも全然問題ない。あれ、あ、こんなの楽勝だ。こんなの楽勝だ。こんなの楽勝だ。大根。ああ、高山さんは、ね、はい、ちっちゃく、ちっちゃく一口でしたね。いいですか。お、はい、大根チャレンジします。チャンピオンは、チャンピオンは初めて。サイズがでかい、サイズがでかい。半分しますよ。そうか。そう、やっぱ一口で入れないとね。はい、
この感じで。はい、問題です。今の半分これカップリオと戦いです。ですね、熱々おでん鈴木選手冷ますんじゃねえおい入れとけと、入れたやつを入れろと、お願いします。わかりました。おっと、お